ユーロビジョン初参加の年代を示した地図、1961年から1991年まで、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部として、参加1992年から2005年まで、ユーゴスラビア連邦共和国及び、セルビア・モンテネグロの一部として、参加2005年から2007年まで、セルビア共和国の一部として、参加参加回数に対する決勝進出回数の、 割合ア AR ブラース、1996年にフランス代表として参加し、ブルトン号で歌った。ヤリシュランパー、大会で初めて準決勝が導入された2004年、フィンランドを代表して参加し、決勝に進出できなかった。ルージャ・マグドルナ、セルビア領、ボイボディナ出身で、ハンガリーを代表して2007年大会に参加した。リス・アッシア、 ユーロビジョンの初の優勝者2008年大会にゲストとして招かれる。本校はユーロビジョンソングコンテストの参加国一覧である。1956年にこの催しが始まって以来2017年までに52カ国が大会に参加してきている。このうち27カ国が優勝を経験している。大会は欧州放送連合の主催により、 加盟放送局と共同で毎年開催されてきてきいる各国の放送局は自国代表の楽曲とアーティストを選出して大会に送り込み大会を自国向けに放送し他国の参加者に票を投ずることで優勝者が決定される大会への参加はすべてのエブ加盟放送局に対して開かれているエブの加盟局となれるのは欧州放送地域の域内にあるか 欧州評議会の加盟国に属する放送局とされている。大会名称にはユーロの子が含まれているが、地理学的にヨーロッパに属する必要はなく、また欧州連合とも直接の関連はない。実際に、地理学的には、西南アジアに属するイスラエルやキプロス、アルメニアは、それぞれ1973年大会、1981年大会、 2006年大会より北アフリカに属するモロッコは1980年大会で大会に参加しておりトルコ、ロシア、グルジア、アゼルバイジャン、オーストラリアなどの大衆をまたいだ国々も参加している。この他に西アジアのレバノンと北アフリカのチュニジアが大会参加を模索したことがある。2009年にはペルシア湾の国カタールが2011年の 大会参加への興味を示している。参加国の数は急速に増加を続け、1956年には7カ国であったものが1980年代の末には20カ国以上に膨れ上がった。参加する国の数が増えるに従って、大会をより多くの国に開かれたものとするための予選や参加制限が導入されるようになった。1993年大会では、 初めて大会への参加を試みる旧東側からの参加国に対しては予選として配りフカツヤザ・ミルストリートが導入された。1994年以降は参加制限が導入されるようになり大会順位で再開から6カ国は翌年の大会には参加できなくなった。1996年のルールでは参加する29カ国すべてが 参加局のオーディオテープを提出し、各国の審査員による審査で上位22カ国となった者の,のみが本大会に参加できる制度をとった。大会の主催国であったノルウェーは審査員投票で落選し、本大会に進むことはできなかった。1997年から2001年までは過去5年間の大会成績が下位であった国々は参加できない仕組みとなった。このため、 国によっては2年以上連続で大会に参加できない可能性もあった。2001年から2003年には1994年から1995年と同様の参加制限が設けられた。そして2004年には準決勝が導入された。この時は前年大会で上位10カ国に入った国々は欧州放送連合への資金拠出額が大きいビッグ4と共に 自動的に決勝進出となることが保証された。この他に10カ国が準決勝を経て決勝に進み、決勝には合計24カ国が参加する方式が取られた。2008年からは準決勝が2つに分けて行われるようになり、主催国とビッグ4以外はすべて準決勝からの参加となった。ドイツやイギリスのような国々はほぼすべての大会に参加しており、 参加回数が非常に多い反面、モロッコは1回しか参加していない。チュニジアとレバノンは参加を模索していたが断念し、実際には参加したことはない。リヒテンシュタインには欧州放送連合に加盟する放送局がないため、1976年に参加を試みたが失敗に終わっている。以下に掲げる表は、過去に1回以上大会に参加したことのある国の一覧である。 編みカけとなっている国は大会への参加を中止している国である。モロッコは1980年大会のみ参加している。ルクセンブルクは初回大会に参加した7カ国の一つであるが、1993年以降、大会には参加していない。イタリア放送協会は、大会参加に必要な資金や才能ある人材をサンレモ音楽祭に集中させることを選び、 1997年以降、大会に参加していなかったが、2011年に復帰した。スロバキアは1994年から1998年まで参加した後、長年にわたる休止状態にあったが、2009年大会で復帰した。しかしながら、スロバキアは2013年に出場を休止して、以来、2017年まで出場していない。 モナコは20年以上に及ぶ休止を脱して2004年に大会に復帰したが、その後3年連続での準決勝敗退を喫し、再度不参加となった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国及びセルビア・モンテネグロは、それぞれ1991年と2006年に解体され、現存しない。1991年のユーゴスラビア崩壊後、1992年には、 セルビアとモンテネグロのみからなるユーゴスラビア連邦共和国として大会に参加しており、これがユーゴスラビアとしての最後の参加となった。セルビアとモンテネグロは2007年からはそれぞれ独立国として個別に大会に参加している。1956年大会では7カ国のみが大会に参加している。その後、大会参加国の数は急速に増加していった。 1970年には北欧諸国を主体とするボイコットによって参加国数が20カ国にまで落ち込んだ。1980年代以末には20カ国以上の参加が標準的となり、1993年には旧東側における共産主義体制の崩壊により多くの新しい参加希望国が生まれた。こうした国を受け入れるために予選として配りふりかつ座、 ミルストリートが開かれ、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国から独立したスロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナの参加国が予選を通過した。1994年以降は参加制限が導入され、より多くの旧東側諸国の参加が可能となった。2003年にはアルバニア、ウクライナ、ベラルーシが新たに加わった。さらに、 1992年大会を最後に参加を禁じられていたセルビア・モンテネグロが復帰を表明した。欧州放送連合は、はじめはこの4カ国すべての復帰を認めたものの、後にウクライナ以外は参加を拒絶され、4カ国の新規参入によって参加できなくなる国が多く生じすぎるとした。2004年にはこのような状況を解消するために準決勝が導入された。 エブは参加可能な国の数を40と定めたが2005年には39カ国に減らされた2007年には再び枠を増やして42カ国の参加を可能とした2008年以降は2つの準決勝が行われるようになった大会に参加するためには各年の大会前に公開される規定に従って締め切りまでに加盟放送局が 大会参加を表明しなければならない。参加する放送局は主催者に対して参加費を支払う。締め切り後に大会参加を撤回する場合、参加費は払い戻されず、さらに罰金や数年間の参加禁止が言い渡される場合がある。下表は参加を一度表明したが、何らかの事情により参加を見送られた国である。編みかけとなっている国は一度も大会に参加してない。 国である。イスラエルの参加により多くのアラブ諸国が参加できない状態にある。バチカン市国も条件の上では参加が可能であるがその国家としての性質やラジオバチカンは宗教的な話題のみを扱う放送局であることから参加することはないと考えられている。カタールラジオは欧州放送連合への加盟を申請し2011年大会への 参加を希望しているが、加盟が早期に実現した場合は、喜んで2010年大会に参加したい。多くのアラブ諸国の間で障害となってきたイスラエルの演技を放送することに何らだ問題はない。としている。VRT と RTBF は交互に大会を担当している。ユーゴスラビア連邦共和国は1992年にはユーゴスラビアとして大会に参加している。 ありがとうございます。